突然ですが、皆さんは、コア通常限界まで OC したいと思ったこと、ありませんか？ありますよね？そう、あるんですよ。ということで、今回はコア通常 E8400 を極限まで OC してやろうと思います。オーバークロック、OC というのは、AC や IC、OEC などの仲間です。CPU を定格以上の周波数で動作させて、電圧をかけることにより、CPU の最大の性能を引き出すことができる、というものです。というのも、今回、僕が所属している実査というジャンカーの集まりで、E8400 のオーバークロック大会をすることになりました。その内容というのが、シネベンチ R15 を一番高い周波数で回せたら優勝というもの。カキさんやつさん、レスボン、サワラさんなどの大御所が参加している以上負けるわけにはいきません。石たちが躍動する俺の OC を、皆さんに見せてあげます。今回は珍しく真面目な動画なので、おふざけはなしでいきます。ガチの OC をするのは初めてなので、何をすればクロックが伸びるかわかりませんが、CPU に愛情を注ぐことで、きっとクロックがよく伸びる CPU を生み出すことができるでしょう。愛情の注ぎ方はあらかじめこの本で学習しておいたので、いざ、実践です。アイブ、ハグ、食事、進行、ハッピーシュガーライフ級は完勝。口しめ赤ちゃんプライブがつきました。そろそろ仕上げましょう。私、許せないんだ。君が他の女の子と話してる姿を見るのが、私だけを愛してくれるって。付き合うとき、言ったよね。おう、なわ、えへ。君のこと、縛っちゃった。これから私の言うことを聞かなければどうなるか。わかってるよな。これでどんな命令でも聞いてくれる従順な CPU の完成です。もう、私がいなければ E8400 は生きていくことはできないでしょう。それでは、オーバークロック環境の組み立てをしていきます。CPU はもちろんコア通常 E8400、2コア2スレッド、定格は 3.0GHz です。マザーボードは P59E、とても美味しそうです。フェーズの数は8個で、メモリは DDR2、他はよくわからないです。OC のプロ、清水さんの話によると、LGA775 を OC するなら DDR3 メモリ対応マザーの方がいいということでしたが、そんな金はないので DDR2 マザーで強行します。メモリはその辺に落ちてた 800MHz2GB4 枚。クーラーはひとまずリテールクーラーを使用します。グリスは ZF-12 というアリエクスプレスで見つけたグリスを使います。ZF-12 は熱伝導率 12Wmk で 4g 入りで549円というとんでもないコスパを誇るグリスです。それは内容物が 4g だということです。そして、ベンチ台は Amazon で見つけた激安マイニングリグを使います。こんなに立派で便利なのにたった2300円ぐらいで買えるのですっごいおすすめ。ZF12 とベンチ台のリンクを概要欄に載せておくので、僕にアフィリエイト収入ください。組み立て、起動。無事動作しましたね。とりあえず定格で走らせましょう。さすがに問題ないですね。それじゃあここからクロックを持っていきましょう。オーバークロックという行為は、CPU にかなりの負荷と電圧がかかるため、パーツの破損や最悪の場合パーツが発火する可能性があります。その対策として今回、マシュマロを用意しました。何これ？万が一マザボが火事になったとしても焼きマシュマロを作ることができます。これが SDGs です。YouTube を漁っていたところ、E8500 が 4.47GHz で回ったという情報を見つけたたん 5GHz 入れてみましょう。ほんならやってみんな。でしょうね。そろそろいい加減にしないと参加している人たちに何されるかわからないので、いい加減真面目にやります。とりあえず CMOS クリアをし、OC をする前に、とりあえず BIOS からアドバンス、CPU コンフィグレーションの順に開いて省エネ機能をオフにしましょう。英語がわからないのでよくわかりませんが、全部無効にしとけば問題ないでしょう。この設定を無効にしないと、一定の消費電力を超えた際にクロックを制限されてしまいます。ここからは周波数の設定、AI ツイッカーの一番上の項目をマニュアルにすることで、ベースクロックを変更できるようになります。AI ツイッカーが Twitter に見えたあなたは追敗です。これがメンタリズムで。E8400 のクロック倍率は9倍なので、ここに入力した数に9をかけたのが周波数になります。はじめはベースクロック350、つまり 3.15GHz に上げています。さすがに問題ないですね。次は400入れてみましょう。こっちも無事回ってくれました。次は450行ってみましょう。450も無事動いてくれました。そしてスコアは 200CB を突破。まだまだクロック持っていきましょう。次は470入れてみましょう。私としたことが、電圧を入れることを完全に忘れていました。よくわからないので 1.35V 入れてやりました。そういえばメモリ電圧入れてませんでした。よくわからないので 2V 入れてみましょう。今度は起動してくれましたね。これはシネベンチの感想も確実ですね。こうなったらもうやけです。CPU 電圧 1.45V、FSB ターミネーションを 1.36V、メモリを 2.06 にしてやります。あんなに電圧持ったんだから今度こそ突破してくれないと困る。こいつ死んでるじゃねえかよ。一体何がいけないのでしょうか。もしかしたらリゼールクーラーではもう限界なのかもしれません。何かいい方法はないでしょうか。幸い、アプリストアを漁っていたところ、こんなアプリを見つけたの。行くのか行っちゃうのか 5GHz 行っちゃうのか。さて、物置を漁っていたところ、こんなものが出土しました。こちら、昔つくもで売られていた超強力ファン。通称例のファンと呼ばれるものです。このファン、たった1つで 4900rpm を超えるとんでもない威力のあるファンなんですが、なぜか4つ出てきました。それを、おせちんこそうはならんやろ。最強のトップフロークーラーの完成です。4つ合わせて 2万rpm 近い超強風で、CPU をキンキンに冷やしてやります。意味わからんぐらい爆音が鳴り響いてます。もはやこれは CPU クーラー界の小林幸子です。それではさっきエラーを吹いた時と同じ設定で、シネベンチ R10 を回してみましょう。ここまでいろんなことをやったのだから、回ってくれなきゃなんだこれはたんまげったな。どうやら、あの最強のトップフロークーラーの力でも、OC した高圧量は冷やしきることはできないそうです。何かあのクーラーを超える良い手はないでしょうか。と思ってインターネットを漁っていたところ、置くだけで CPU の温度を4度も下げることができるアイテムが家にあることが分かりました。まさか、誰の家にもある身近なもので CPU の温度を4度も下げることができるとは驚きです。さらに、なんとそれが5つも出てきたので、全部使って CPU をキンキンに冷やしてやろうと思います。さすがにちょっと疲れてきました。キンキンのファンタを飲んで頭を少し休めましょう。完成しました。氷水水冷です。CPU の排熱で熱々になったラジエーターをキンキンの氷水に突っ込んで、空冷では絶対にたどり着けない世界に連れて行ってあげます。アヒルも浮かべて雰囲気もバッチリです。本当は水を冷蔵庫にするために塩を入れようと思ったのですが、ラジエーターが錆びてしまう原因になるた代わりに入浴剤入れておきました。ここまでやったのだから、今度こそ回ってくれるでしょう。画質が悪くてわかりにくいですが、2万rpm の時より15度ぐらい冷えてます。これはもう、乾燥は確実だと言ってるようなもんです。いや、さっきのは多分何かの間違いです。再起動すればきっと動いてくれるはず。いや待ってフリーズしてね。今回、高圧量 E8400 の 5GHz 達成に向けて、様々な手を尽くしましたが、残念ながら最大で 4.05GHz という結果になってしまいました。また新たに E8400 を入手したら 5GHz に再挑戦したいと思います。CPU3 つ用意しても全部結果同じだったんだけど、他の参加者さんは僕よりもよっぽどまともな動画を上げているので、見といた方が身のためです。皆さんがオーバークロックをする際は、絶対に僕の動画を参考にしないでください。ご視聴ありがとうございました。